お疲れ様です。ポンタです。1週間お疲れ様です。はい、チャンネル登録ぜひお願いいたします。本日なんですけれども、シーズン1をまだプレイされている方結構いると思うんですが、シーズン2になってみないとわからなかったこといくつか紹介していきたいと思います。今もうすでにシーズン2やってるよっていう方の中にもですね、はい、なかなか気づかなかったところあるかもしれないので、そういったところも紹介していければと思っております。緩やかにですね。まずなんですけれども、各城があるじゃないですか。生産品なんですけれども、生産品はですね、僕の見たところ、はい、なんと変わってないですね。前と配置がシーズン1と。毛利元就が出るところは毛利元就が出ますし、早川殿が出るところは早川殿、東堂高虎が出るところは東堂高虎が出ますので、ぜひですね、シーズン2どこにしようかなみたいな大名を選ぶときには、ぜひこのシーズン1を参考にしていただければ同じところに出るかなと思います。まあ大して驚きはないんですけどね、シーズン2に登場した武将っていうのがこちらの方でもですね出ればいいなみたいなと思ったんですけど、生産品の中でそれはなかなかないというか出ないという感じになっております。はい、であとちなみになんですけれども、人材の方を見てみたんですが、はい、登場武将がですね、SSR ばっかりですね、シーズン2の新登場の武将は。シーズン2で出てきた SR 武将っていうのは島津豊久しかいないですね。ドリフターズっていう漫画の主人公になってるかなと思うんですけども、このイケメンで、ちょっとですね、はい、本田忠勝や井伊直政の軍と戦って、討ち死にした島津豊久しか、SR では新登場はないようですといったところになっております。また次なんですけど、萩尾東洋ガチャというのがあります。これ確かですね、聞いたところによるとシーズン1で活躍した一門に所属した人しか引けないと聞いております。まあ、これ結構良くて、何がいいかというと、提供割合とか登場武将については同じなんですよ。こちらの名将東洋とかと変わりはなくて、そこは嬉しくないんですけど、10回ごとにシーズン2の新 SSR が確定するっていうのが美味しいですね。明智光秀とか織田信長とか鈴木重秀といったこちらの新登場の武将が10回行くたびに必ず1回は出てくるというところが名将登用や領将登用と異なっております。じゃあこの萩尾登用ガチャ誰でも引けるのかというと、そんなことはなくて、残念ながら前回活躍した一門のみとなっています。お、これ美味しいじゃないかと思ってもですね、勘違いしちゃいけません。これ優勝のですね、こちらの300で最大50しか引けないガチャになっておりますので、上の方はごめんなさい、無償だったかもしれないんですけど、はい、優勝でしか引けない、優勝小判でしか引けないということになっておりますので、勘違いしないでください。買う権利があるというだけになってますので、はい、一門で勝ち組にいたからといって、無課金では美味しいお前はできないといったところになっております。こちら、萩尾東洋ガチャです。で、次なんですけど、気づいたのがですね、ちょっと生産品というか、じゃなくてですね、こちらの貿易というかですね、交易というか、これが長いなと思いましたね。紙とか手に入れるのに7時間ぐらい手に入るっていうところですね。まあ、7時間でというと、だいたいゲーム時間で言うと、そうなんですね、1ヶ月ぐらいかな、ゲーム内時間で言うと。ちんたらちんたらですね、交易で紙とか入手してきて、この技術開発するんですけども、これがですね、まあ長いので、この技術開発どんどん進めようと思っても、なかなかですね、時間がかかって先に進めないというバランスになっておりました。なんでシーズン1でですね、シーズン2やってない方につきましては、進めようとしてもなかなかこの交易がネックで進まらないなというふうに考えていただければと思います。この交易短くする手段あるのかな、道具短縮とか小判短縮はあるのか、はい、これでは一応短くはできますけれども、調達とかストレスとはですね、また違う時間のですね、かかり方なというのでご注意いただければと思います。はい、でさらにですね、あれこれなんだと思ったら、これさ、これシーズン1からありましたっけ、僕見てなかったと思うんですけど、こちらのところですね、一門っていうところを押すと、はい、こんな感じで青いですね、なんかもらえるんですね。これもらえるというか、この買おうと思っても買えないんですよ。買おうと思って購入をしても、役職一門ポイントが不足してますので、役職一門ポイントって何かというと、大名家役職の一門が得られますと。役職は一門勲功ランキングで決まりますとなっておりますので、大名家役職の一門なるところでですね、はい、しか買えないともなっておりますので、なかなかこちらの方もですね、活躍する一門じゃないともらえないというものが焦点に並ぶようになりました。で、まあ、やっぱ強い人たち見ると、あとですね、やっぱ5部隊みんな持ってますね。2万円ぐらい払ってますね。2万円か。
いや、僕もね、こういう YouTube やってるんで、お前 YouTube やろと。ちゃんと大人が横いところでして男気見せて、ものすごいとこを見せろやと、5舞台をやれって言われるかもしれないんですけど、2万円で一生これ使えるなら買います、多分。2万円で一生この信長の波動で5舞台使えるってなったら多分買うと思います。ただ、3ヶ月後に切れるでしょ？それで5舞台でしょ？はーって思いません？僕だけ？僕の金銭感覚おかしいっていう感じなんですよね。ちょっと、ごめんなさい。もちろん、いやいやいや、僕はもう家族のことよりも、女の子のことよりも、お酒のことよりも使うんだったら波動だよと。ここで2万円3ヶ月のために使うの惜しくないよ。そんなの当たり前じゃん。人権じゃんって言っちゃ買えばいいと思うんですけど、なかなかですね、踏ん切れない僕はちょっとケチなのかなって思っちゃいますね。悩んでるところでございます。多分買わないと思います、これ以上。悩んでますと言いましたけど、これはね、買わないわ、多分。ごめんなさい。マジ買わないです。まあ、僕が波動のこちらの再生数が10倍ぐらいになって、もう、このガチャ全部引いたったみたいなぐらい課金が入ってくればいいんですけど、全然ね、そこまで多分いかないと思うんで、これは多分買えませんというところです。ごめんなさい、僕のまだケチ臭くてというところです。で、またですね、あと重いですよね、スマホでやると。なんかね、一つ一つ押すと、ちょっと待ってくださいみたいな感じで、なんかあれが出るんですよ。くるくるマークが。それは結構嫌だなって思ったりしますね。なんかそのくるくるマークをもうちょっとですね、出さないでいただければありがたいなとは思っております。この辺もちょっと改良の余地ありかなと思います。いかがでしたでしょうか。まあ、生産品はシーズン2はシーズン1と同じで、毛利元就の出るところとか、はい、そういったところも一切変わっていません。 S 城はまだ開放されてません、当然ですけど。 S 城は開放されていませんので、そこのところは見ることはできません。少なくとも今までのところは今までと同じで、鉄砲が使える武将みたいなのが出てくることはないとなっております。はい。で、ハギョ東洋ガチャというのがあるので、こちらはですね、シーズン1で活躍した人はシーズン2で、ガチャ10回回すごとにですね、SSR のシーズン2の新武将がもらえるという美味しいガチャなんですけれども、甘くないですよ。甘くないですよ。それはちゃんと小判優勝で買わないとできないとなっております。はい。全シーズン活躍したら、買う権利をあなたにあげるわ。なんだそれお前。なんだそれもう。ウマ娘のキングかって感じですよね。あなたにガチャを買う権利をあげるわっていう感じになってますんで、よろしくお願いします。で、その次は生産品の方が長いなっていうところですね。7時間ぐらいかかるとなってます。これも課金で短縮できますけれども、なかなか技術を進めないと大変で、大名家役職一門がだけが買えるですね。そういうものがあります。あなた大名家一門で活躍してる、そしたらもうこの一門のですね、これをゲットにする権利あげるわみたいな感じですね。名称東洋ガチャ、ちょっとあなた調子取らないでくださる、了承という字を2枚ぐらいだったらあげるわみたいな、そんな感じのですね、大名家役職一門専用の買い物ができておりますというところです。そして重いと僕だけでしょうか、重い。まあね、マジも言ったんですけど、押して 2,3,4 みたいな感じで待たせる時間があるんで、やっぱユーザー体験が下がるから、そこはねちゃんとしてほしいなって思います。ごめんなさい、なんか苦言系 YouTuber みたいなのって辛いんですけど、いや違うんです。ゲームの面白いところをたくさんお伝えしたい、みんな楽しみたいんですけど、なんか見れば見るほどこの野郎みたいなところがですね、やっぱ出てくるのはね、良くないなと思いながら思います。ぜひですね、違うす、僕はちゃんとなだめる側でいなければいけません。はい、皆さんこの素晴らしい面白いゲームを楽しんでいきましょうと、そういう風にですね言っていかなければいけません。どうですか、皆さんのサーバーは軽いですかね。まあそんなわけで今日はですね、こんなところになります。まあ、どうなんですかね。実はここから余談なんですけど、僕ですね、来週大航海時代出るじゃないですか。大航海時代結構好きなんで、そっちもやろうかなと思うんですよ。こんなチャンネル名ですけど、結構チャンネル名とか少し変えても、大航海時代のスマホの方も話していこうかなと思うんですよね。だから大航海時代と信長の波動の2本立てのチャンネルにしていくかもしれないっていうのは少し考えております。すいません、ちょっと僕の趣味あれなんですけど、はい、皆さんはですね、やってるゲームの方だけ見ていただければなとは思っております。すいません。今日はですね、こんなところです。まあ、いい週末をお過ごしください。どうもありがとうございます。失礼します。チャンネル登録お願いします。